金、ダーテレビは、2016年10月2日からテレビ、東京系列で放送している、子供向けバラエティ番組である。フレーベル間の一社提供で、主に同社の絵本を原作としたアニメや番組、オリジナルアニメ、歌のコーナーなどを放送している。放送開始当初は、日曜朝の16分枠として放送されていたが、2017年10月9日、放送分からは、月曜から、 金曜の朝7時30分枠へ移行し、5分間の帯番組として放送されている。2017年10月放送部により、帯番組移行に伴い金田ちゃん以外の MC が一新され、ぴったんこ。猫魚シリーズの主人公二人が新たに MC を兼任している。2020年10月放送分からは、金母ニの出演者が MC に加わった。 2018年10月5日より毎週金曜日に放送中のコーナー。出演者が歌やダンス、ゲームなどで遊ぶ内容。コーナー名は、金、ダーテレビモーニングの略。スタッフ出演者登場キャラクター2019年10月2日から2021年3月31日、および2021年10月6日からは、毎週水曜日の 2021年4月2日から2021年9月24日までは毎週金曜日のコーナーとして放送されており、出口隆が出演している。略称は、歌キラ。スタッフ楽曲2020年3月度は、回るようお寿司、鬼のパンツ、拙者。アニマル侍を週替わりで放送。フライングベイビーズプチは、AOP のアニムス。ないのコーナーアニメ。 フライングベイビーズの番外編であり、2020年1月8日から3月25日まで、毎週水曜日に放送された。2021年10月6日より毎週水曜日に、再放送。2020年10月9日から2021年3月26日まで、毎週金曜日に放送された。2021年10月1日より毎週金曜日に、アンコール放送。 スタッフ2021年4月6日から6月29日まで毎週火曜日に放送された。2021年10月5日より毎週火曜日にアンコール放送。2021年10月4日より毎週月曜日に放送中。スタッフ登場キャラクター2021年10月7日より毎週木曜日に放送中。スタッフ登場キャラクター渡辺雄一の絵本。 猫魚シリーズを原作としたアニメ作品。第1シリーズは2016年10月2日から2017年9月17日まで放送。2017年10月9日から第2シリーズ、ぴったんこ。猫魚として2017年10月9日から2019年12月23日まで、毎週月曜日に、2020年7月6日から9月28日まで。 再び毎週月曜日に放送された。2021年4月7日から9月29日まで、毎週水曜日に再放送された。おはよう。小結光さんは、カロク工房の絵本、小結光さんシリーズを原作としたアニメ作品である。同作のアニメ化は、小結光さんに続いて2度目だが、小結光さん以外のキャストは、前作と異なる。肝芝は、 ファンシー文具メーカー、クーリアのキャラクター、キモシバを原作としたアニメ作品である。愉快のアニマルバスは、クーリアのキャラクター、愉快のアニマルバスを原作とするアニメ作品である。2017年10月10日から2019年9月24日まで、毎週火曜日に、2020年1月6日から6月29日まで、毎週月曜日に、 2020年10月6日から12月22日まで、毎週火曜日に、2021年7月12日から9月27日まで、毎週月曜日に放送された。なお、同作の日本語版のキャストは、カートゥーンネットワークで放送された時のキャストから一新されている。スタッフ登場キャラクター、作るの大好き。年ルー君と仲間たちは、森ゆか監修。 アガツマ発売のガング、年、d ーを元にしたアニメである。2018年10月4日から2020年9月24日まで、毎週木曜日に、2021年1月7日から9月30日まで、再び毎週木曜日に放送された。スタッフ、大福くん金テレは、ソニーミュージックエンタテインメントのキッドストーンブランドが展開する、大福くんを原作とする。 アニメ作品である。パレットアイランドは、文房具を擬人化したキャラクターたちが登場するアニメで、ある。戸塚雅宏の漫画、真ん中のりくんのアニメ化作品であり、2019年1月9日から3月27日まで、毎週水曜日に放送された。スタッフ登場キャラクター、猫のニャッホは、スマートフォン向けゲーム、猫のニャッホ、ニャミゼラブルを原作とするアニメ作品であり、 2019年4月3日から9月25日まで毎週水曜日に放送された。2020年4月17日から10月2日まで毎週金曜日にアンコール放送された。バナニャ、不思議な仲間たちはクーリアのキャラクター、バナニャを題材としたアニメであり、2019年10月1日から12月24日まで毎週火曜日に放送された。同キャラクターのアニメ化は、 テレタマとサンテレビにて放送されていたバナニャ、バナナに潜むニャンコに次いで2回目だがキャラクターの設定は一新されている。2019年10月11日から2020年1月10日まで毎週金曜日に放送された。2021年1月6日から3月31日まで毎週水曜日に再放送された。 スタッフボイスキャスト2020年1月7日から3月31日まで、毎週火曜日に、2020年7月7日から9月22日まで、再び毎週火曜日に放送された。おしゃれな街、アラモードにあるラララココの店主、ここと客として訪れた、少女、ルリの交流を主題とした内容である。スタッフ登場キャラクター2020年4月7日から6月30日まで、 毎週火曜日に2020年10月1日から12月24日まで毎週木曜日に放送された。同作は YouTuber グループキッズラインが配信するハッピースマイルドリーム折り紙にんじゃこうやんのテレビ版にあたり主人公であるこうやんとネーミンの二人組は同チャンネルに出演しているこうくんとネミちゃんをモデルとしている。 スタッフ登場キャラクター2020年4月1日から9月9日まで毎週水曜日に放送された。スタッフ登場キャラクター2020年10月5日から2021年4月5日まで毎週月曜日に放送された。スタッフ登場キャラクター2021年1月5日から3月23日まで毎週火曜日に放送された。 2021年7月6日から9月21日まで毎週火曜日にクレジット後にモルカー図鑑を追加したものがアンコール放送された。2021年4月12日から7月5日まで毎週月曜日に放送された。スタッフボイスキャストこのほかプイプイモルカーのみ単独でネットする放送局が存在する。ありがとうございます。